はい、皆さんこんにちは。さあ今日はのぼりさん登場ですよ。初 YouTube ですよ、僕。ですよね。初 YouTube です。本当ですか？だから吉川に頼まれたんで、はい、まあ、それはもう二つ返事。先輩すみません、ありがとうございます。実はですね、皆さん、東海第一高の僕の大先輩です。かなり違うけど、ね、そうですね、うん、でも僕はのぼりさんの高2の時のカズさんにインタビューされて、照れくさそうに喋ってたのぼりさんが、はい、まだまだ初々しいからね懐かしい、はい、ミドルシュートも国見相手に打ってたのは打ってた、ね、鮮明に覚えてますけど、はいはい、俺も覚えてます。覚えてますか、はい、すいません。そんなのぼりさんとオリンピックの金メダルへの展望についてお伝えしたいと思います。まずですけれども、フランス戦いかがでしたか？はい、まあ、それまでの戦いがね、日本らしい戦いの中で勝ち進んできて、まあ、2連勝してきて、まあ、フランス戦同様にね、自分たちがこうやろうとしているサッカーというものがね、うん、体現できていたんじゃないのかなと思いましたね。まあ、結果が全てなんで、まあ、そういう中では非常に4対0というのは対象したことは非常に大きかったんじゃないでしょうかね。まあ、久保のゴールからスタートして、うん、まあ、久保3戦 連発ですからね、うん、まあ、コンディションがね、やっぱりこういいなっていう感じはするし、はい、特にね、ボール持った時もそうだけれども、ボール持ってないオフザボールの動きなんかもね、非常にこう俊敏性であったり、それから切り替えのところであったりとかっていうのも非常にこう意識が高かったんじゃないかなと見てて思いましたね、うん。実際昨日のフランス戦は4対0で勝ちましたけど、うん、実際ゲームの内容とか中身とか、うん、良かった部分とか、うん、どう思いました？まあ、まず一つ守備の話をすると、うん、基本的には、まあ、ネガティブトランジションというか、攻、うん、から守に変わったところの速さというのは、これも A 代表もそうだし、オリンピック代表もそうで、森保さんがやろうとしている部分って、ここは非常にこうウエイトを占めているのかな。切り替えのそこの部分でボールを奪えたりとかするというところが非常に良かったと思うし、もちろん攻撃で言えばね、まあ、基本的に相手のライン間に立ちながらうまくそこを利用しながらビルドアップできているというところ、だからフランス相手でもね、やっぱりポゼッション率も高かったっていうのはそういうところにあるんじゃないのかな。あとはやっぱりこう背後の取り方、うん、タイミングなんかもね、やっぱりこう例えば縦パス入れた後に次のタイミングで背後を取ったりとか、すごく有効的な縦パスからのスイッチが多かったかなと。まあ、そこは 4-0 に値する攻撃のところが出たかなと思いました。まあ、昨日メンバー、昨日というかフランス戦メンバー、まあ、上田綺世入れたりとか、うん、まあ、林大志とこう変えましたね、うん、まずそこはどうでした？基本林は2戦かなり動いてたと思う、うん、特に背後の飛び出しであったりとか、切り替えっていうか前からの守備、はい、まあ、この部分でかなり疲労してたと思うんだよね、うん、だからこの一戦、まあ、まず林を休ませたっていうところも大事だったと思うし、うん、上田もね、その前のゲームから少しずつ出始めて、うん、まあ、ある意味ここどれぐらいできるのかなっていうところの部分で、出したと思うんだけれども、うん、まあ、まだまだ少しコンディションっていうところに関して言えば、彼の持ってるポテンシャルがもう少し出せるんじゃないかなというところが、うん、まあ、ゴール絡みましたしね、うんうん、まあ、ああいうところのね、やっぱりこう抜け出しとか、あとはフィニッシュの精度とか、まあ、パンチ力がやっぱりあるんでね、うん、キャッチできないと思うんだよね、キーパーって、うん、まあ、そういうところの彼の良さは出てるんじゃないかな。ただもっとね、彼がコンディションいい時っていうのは抜け出すのがもっとタイミング良かったりとか、それから体の向きがもっとよく受けながら、うん、やれてるところなんかはもっとコンディション良ければもっといいタイミングで抜け出してるし、もっと長い距離走れてるし、なんかそこが出てくればもっと良さが出るんじゃないかなと、うんうん、システム、うん、でこの前の、フランス戦は、まあ、4-3-3 スタートだったと思うんですけども、うん、で、まあ、代表オリンピック代表の方は 4-2-3-1 という形で、ちょっと最初ゲームスタートしてから、まあ、しばらくこの噛み合わせ中盤のところの部分で、うん、相手のこのインサイドハーフが遠藤を渡ると田中にくっついちゃってるよね、行ってきましたね、うんうん、あの辺のところはどう思ってました？じゃあそこの部分で例えば、まあ、マッチアップしてくるっていう状況があったから、例えば自分たちがビルドアップするときに
例えば田中碧がもう一個前のライン間に入って、うん、あの433、4141みたいなような形を取りながらビルドアップしてた、うんうん、なんでこの辺りはなんか自分たちの中でうまくそこをこう変化させてるんじゃないかなっていうのがあって、うん、まあ、捕まらないようにうまくライン間に立つっていうところは、うん、なんか今のこの世代っていうかこのチームのすごくそういうストロングなんじゃないかな、うんうん、そうですよね、うん、今のぼりさんがおっしゃった、まあ、自分たちでこう考えながらこう変化させていくっていうのはあの辺は本当主体性ありますよね、うん、あのそれと同時にやっぱりこう、まあ、長くやってる選手たちもいれば、まあ、当然ねオーバーエイジ入ってるっていう状況の中でそれぞれがなんか特徴をうまく理解しながらそれをゲームの中でやれてる。例えば三好なんかも入った時にはもうカットインしていったりとか、うん、もちろんそこのスルーパスを狙ったりとか、あるいは旗手が例えばサイドに入った時も縦突破もあるけれども中も入っていったりとか、うん、なんかいろんな状況ですごくこの4231をうまくゲームの中で使い分けてるなっていうのがあるし、もちろん少し守備になった時に442に少ししたりとか、うん、そういうバランスっていうのも多分中の選手がうまくそういうのをやってるんじゃないのかな、うん、もちろんね森保監督が多分こうやって守備の時にはこうするよっていうところの部分は言ってるとは思うんだけれども、うんうん、選手がなんか主体を持ってなんか自分たちでそこをコントロールしてるんじゃないのかなという印象もあるし、もちろんねマヤがいるんで、うん、まあ、後ろのところの部分はねそこからこういう形で守るっていうのはいつ行くのかっていうのも多分そこからの指示が出てると思う、ね、うん、まあ、あとは旗手レオと、うん、それから冨安が頭から出ましたけど、うん、この辺についてはまあ冨安に関してはね多分そのコンディションとか怪我の状況っていうのはちょっとね我々には分からないけど、うん、まあ、まずここ出たっていうのは全てだよね、うんうん、この3戦目にようやく間に合ったのかっていう、うん、だからこの先の部分がなんか見えてくる。うん、見えますね。だって基本的に考えれば、はい、代表の普通の2センターバックなので、ね、そのままなんでそこの安定度はやっぱり増すし、うん、もちろん酒井がいるから、うん、この3人が普通に代表の中で出てるね、うん、あの最終ライン、ね、それは安定度はそれはいいよね、はい、うん、なんかここまでなんですけど、もちろん日本の強さってすごく感じるんですけど、チームとしての完成度でいくと、うん、フランスとか南アフリカとか、うん、まあ、コロナの影響があったりとか、うん、この辺はもちろん日本はこういいんですよ、うん、なんかこうちょっと差があったかなっていう。あとはやっぱりね、うん、あの日本の天候、うん、高温多湿っていうところがやっぱりこうフランスにしても、まあ、南アフリカ暑いんだけども、うん、やっぱ多分違うと思うんだよね、湿気とか、うん、違いますね、なんでそういう部分が影響してるんじゃないのかなっていう感じはするし、もちろんコロナでね、はい、なかなかその集めれなかったとかいろんな状況があったと思うんで、まあ、そこはねあの言い訳にはならない、うん、そうですね、なんでねそこの部分はやっぱり日本の地の利を生かしているというか、ね、そうですよね、うん、そこはあのすごく結果にも表れてるし、選手のコンディションとかそれからモチベーションとか、はい、いろんなものがあのこの3連勝につながってるんじゃないかな、うん、そうなんですね、だからそれだけ、まあ、相手がどうのこうのっていうよりも日本がいい準備をしたっていうことですよね。結局その準備ができてないと結果に現れないわけじゃない、うんうん、なんでねまあ、1年ねこういう形で延期になって、はい、この状況の中でもしっかりと自分たちのモチベーションを崩さずに、うん、この東京オリンピックっていうものをメダルを取るんだっていう状況が、まあ、ゲームの中で見えてるよね。そうですね、隙がないですもんね、うん、そう、だからなんかまあ、もちろんこの先がね多分このチームが A 代表になっていくと思うんだけれども、うん、選手の自信というものはもちろんヨーロッパでやってるんで、うん、その自信がすごい、ね、うん、なんかエネルギーがゲームの中ですごく現れてる、うん、久保なんですけど、うん、まあ、ビジャレアルとそれからヘタフェで昨シーズンプレーして、うん、なかなかチャンスもらえない苦しいシーズンだったと思うんですね、うん、でもオリンピックでこれだけ活躍するっていうのはやっぱさすがですね。まあ、もちろんね、もちろんもともと持っている力はね当然そのあったし、うん、まあ、小さい頃から海外でプレーしているという状況の中では、うん、落ち着いてるね、一言で言うと、あ、まあ、僕ね彼がマジョルカにいる時に、うん、まあ、インタビュー取りに行ったりとかした時に、うん、日本人じゃねえなって変な意味でね、はい、変な意味じゃなくて、ね、はい、なぜかっていうとすごく馴染んでるし、うん、落ち着いてるし、うん、なんか感覚的に話してても日本人の感覚とちょっと違うなっていう感じがしたのね、大人だったし、
で先のことをちゃんと考えてる、うん、まあ、だからこそね、その10歳ぐらいでバルセロナに行ったっていうのは一つあるとは思うんだけど、なんか生活にしても、人間性にしても、うん、なんか大人だなっていう印象あったのね、うん、だからなんかこういうところの部分でプレーしてても、うん、ゆとりがあるっていうか、うん、落ち着いてるっていうか、そこに全てがつながってるんじゃないかな、うんうん、動じないですもんね、動じない、うんうん、すごく落ち着いてる、はい、でやるべきことをしっかりとやる、うん、で特にまあ彼がね課題として言われているのは守備と言われてたけど、ね、守備普通にするしちゃんと、はい、なんでね、今は攻守において当然欠かせない存在にもなってるし、うん、でももっともっとやれるポテンシャルはたくさん持ってると思うんだよね、はい、だからこの先どこまで伸びるのかなって楽しみだよね、はい、まあ、一番最初にのぼりさんのおっしゃったネガティブトランジション、うん、まあ、ここが日本がいいんだと、うん、そういう意味で言うと、まあ、前線の、まあ、この前は上田でしたけど、まあ、林もそうだし、うん、堂安もそうですし、うん、久保もそうですし、そこやっぱり堂安とか久保はやっぱりヨーロッパでやってる、うん、そこ大きいですよね、大きい、うん、大きいし、多分そういうところをもうヨーロッパでは口酸っぱく言われるはずなんだよ、うん、でオン・ザ・ボールだけでは当然ダメだし、うん、オフ・ザ・ボールの時にどう関わるのかっていうところは、うん、多分ヨーロッパの指導者ってみんなそこを、うん、多分重点的に言うと思うし、特にネガティブトランジションのところっていうのは、うん、ここをやっていかないと世界では通用しないっていうのもあるし、うん、で世界のリーグは全てそれなんで、うん、そうですね、うん、なんでその影響は普通に彼らに持ってやってるんじゃないのかな、うん、僕まず堂安がビールフェルトでプレーしてて、うん、まあ解説させてもらってたんですけど、やっぱり持たれることの方が多いんですよね、うん、いつも持たれてるボール、うん、で数少ない守備ブロック組んで数少ないチャンスで堂安頼むっていうところが多かったんで、うん、なんかあれも普通にやってたんですよね、多分ね、その立ち位置であったりとかいろんな部分が多分整理されてたと思うんだよ、うん、日本でやってる時って多分そこのこと言われないと思うんですね、なんでこれ海外でやってる選手ってまずそういうところから整理されてるからこそ、うん、なんか自分の立ち位置っていうのは明確に分かってくるんじゃないかな、うん、守備もそうだし攻撃もそうだし、うん、なんで、すごく成長したなって多分見えてくる部分ってここなんじゃないかな、うん、なんで、でも久保もそうでしたね、ヘタフェが、うん、本当危なかったじゃないですか、うんうん、でも久保の途中から出てきたゴールで、うん、まあ、チーム救って、それだけなんかインテンシティとか、うん、それから守備もきちっと組織的にやるとか、うん、この個人戦術の中でどう守るかとか、うん、それ特に攻撃だけじゃない要素ってすごい大きいですもんね、多分その教わる方は守備のことなんだよ、うん、攻撃ってどうある程度のもう個人の技術になってくるわけじゃない、抜く、うん、とか、はい、コントロールとかじゃなくて、なんか守備の時にどう行かせたいのかとか、うん、どう締めたいのかとか、なんかそれが分かってくるとなんか立ち位置って決まるし、逆にそれが分かってきていい立ち位置にいると多分攻撃に転じた時にもいい距離にいると思う、うんうん、だからなんかそこの部分って最初に教わるのって守備のところ感じないのかなと思うんだよ、うん、なんか昨日途中から酒井宏樹に代わって橋岡出たじゃないですか、うんうん、そしたらまあ、ヨーロッパの選手の今野口さんの話の中で特徴の話したいんですけど、うん、一番最初あいつ仕掛けたじゃないですか、うん、でも今度は逆に仕掛けられてファールになったシーンだったじゃないですか、うん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 、ああいうサイドの局面での1対1の仕掛けってヨーロッパめちゃくちゃあるじゃないですか、あれね、仕掛けないと怒られるっていうか、はい、絶対に仕掛けろって言うみたいな、はい、うん、だその部分がやっぱり個としては鍛えられますよね、うん、なるし、やっぱりそれだけこう運動量も当然増えながら、うん、でしかもやられちゃいけないっていう状況は、うん、なんかサイドバックって一番大変なポジションなんじゃないかなと思うんだよ、うんうん、だけど、ね、俺はサイドバックやったことないから分かんないけど一番面白いポジションだと思うね、うんうん、本当昨日の酒井宏樹のゴールもそうですよね、そうだよ、あれはだからオーバーラップして上がっていった状況の中で真ん中3枚のトライアングル作りながら背後取ってフィニッシュまで持っていって、しかもそこまで詰めたっていうのが一つあるから、うん、あれサイドバックってやっぱ合うじゃないですか、ね、そうですよね、攻守においてですよね、そうそうそう、わかりました、でここからなんですけれども、うん、金メダルへの展望、展望、はい。
皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。